すっげえ。大魔党演舞以来仕事が一気に増えたの。猫の手も借りたいくらいじゃ。はい、ルーシー、久しぶりに行くか。うん、家賃も稼がなくちゃいけないし。燃えてきた。いやあ、ナツさんとルーシーさんだっけ。あんたはセイバージュースの、どうしてここに。仕事でマグノリアの近くまで来たから、ついでにナツさんたちのギルドを一目見ておこうと思ってさ。そういや、二人に聞きたいんだけど、この町ならではの白いものってある。白いもの、なんだそりゃ。スティンガ君は白いものが大好物なんです。はい、牛乳とかパンとか。なあ、白龍だからか。なるほどな。そんな単純な。あ、でも夏も火が好物なわけだから似たようなものかしら。まあ、なんか心当たりあったら教えてよ。しばらくこの町にいるからさ。白いものか。ルーシーのパンツとか。白じゃない。何言わせるのよ。まあでも、この町ならではの白いものっていうなら心当たりがあるわ。花屋さんに行きましょう。花屋？花なんて喜ぶか。行けばわかるわよ。ありがとう。
いしょっと。小説を書くときに役立つから。そういうのならありか。スティングに持ってってやろうぜ。よし、頼まれてた白いもの見つけてきたぞ。お前にやるよ。マジで？もしかしてその白い花？この花、この町と同じマグノリアって名前なんだ。へえ、そうなのか。夏さんって物知りだな。教えたの私なんだけどね。それじゃありがたくもらうよ。いただきます。花を食った？スティング君は白いものが大好物なので。大好物ってそういうこと？というか食べて美味しいものなの？うん、うまい。結構いけるじゃんマグノリア。ありがとう二人とも。そっか、それよかった。まあ喜んでくれたなら探した甲斐があるわ。フェアリーテイルはフィオーレ一のギルドに返り咲く。以前のように仕事がいっぱい舞い込むようになり、私たちは忙しい日々を送っていた。
ある時、聖天大魔導ウォーロット神殿から氷漬けになった村を助けてほしいという依頼を受ける。村の名は太陽の村。永遠に燃え続ける炎を守護神としている。グレイは村を包む氷を作り変え、夏が消えた炎に火を灯し、なんとか村の人々を助けることができた。しかし、この事件は始まりに過ぎなかったんだ。村を凍らせた犯人はタルタロスという闇ギルド。奴らは恐るべき計画を実行に移そうとしていた。タルタロスのテンペスターが元評議員を襲い、その場に居合わせたラクサスが撃退する。でもテンペスターは自爆し、ラクサスは落札たちはどうなんだ、無事なのか。おい、なんとか一命は取り留めました。でもかなり魔性粒子に侵されていて、もともと少量の摂取でも命が危険な毒物なんです。完全に回復するかどうかは。魔性粒子、確か空気中のエーテルなどを破壊して魔力欠乏症や魔性病を引き起こす物質。それは魔導士にとっては命取りになる。敵はタルタロス闇ギルドだ。評議員を皆殺しにし、元評議員も襲っている。ラクサスは元評議員の矢島さんをかばって魔性粒子を全部吸い込んじまったらしい。タルタロス、じっちゃん、戦争だ。敵はタルタロス、オラシオン・セイス、グリモア・ハートに並ぶバラム同盟の一角。しかしわしらはその二つを撃破してきた。タルタロスも同じように我々を敵に回したことを後悔するだろう。仲間がやられた、それは自身の痛み。仲間の流した血は我が体より流れた血と同じ。この痛みを、苦しみを闘志と変えて敵を撃て。我らは正義ではない、我らは意志で動く。我らが絆と誇りにかけて家族の敵を駆逐する。タルタロス、目的もわからんが、本部の場所は評議員ですらわからない。一つ分かっているのは、狙いは評議員ってことね。現評議員だけでなく、元評議員まで狙ってる。だったら元評議員の家に行けば向こうから来るってことじゃねえか。しかし元評議員の住所は秘匿情報、知る者はいない。なんで？住所知られたら悪者が報復に来ちゃうでしょ。手詰まりか。いや、そうでもないよ。元評議員の住所は僕が知ってる。なんでロキさんが知ってるんですか？それはね、女ね。私たちの担当は元評議員のミケロさんね。タルタロスが襲ってくる可能性があります。しっかり準備していきましょう。任せたぞ。ここが元評議員のミケロの家だな。誰じゃ。フェアリーテールです。タルタロスがあなたを狙っています。
しばらく身の回りを警護させてください。守ってやる。つうか守らせろ。気持ちは嬉しいが、はっきり言って迷惑じゃよ。だいたいどうやってうちの住所を。まあまあ、同じ猫仲間じゃない。誰が猫じゃ。あの、狙われる理由について心当たりはありますか。ありすぎてまとまらんよ。わしらに恨みを持つ連中は闇ギルドだけじゃないしね。恨みなんかじゃないわ。絶対に何か別の理由で評議員を狙ってる。思い当たる節はないの。いや、待てよ。まさかフェイス。全員伏せろ。あら、全員ぶっ飛ぶ思たんやけどな。現評議員みたいに。タルタロスか。誰やまれ。フェアリーテイルの夏だ。始めるか、メイフガリオ。呪法は触れたものを爆弾に変える力。ガリューの安掛け。お前おもろいやんけ。が、一つ言っておくことがあるわ。俺の呪法は触れたものを爆弾に変える力。お前、俺に何回触った。コツはつかんだ。コツ？ふん。顔。な、くらいんだ。ないわ。ないない。ありえへんって。できたぞ。アーブス、ありがとな。開け、ジョジョ級の扉、バルボリカホール。熱流奥義ホーリーノバ。着戦、爆破と火竜の結果。天竜の逆撃。
扉アクエリアス。タルタロスが使うのは魔法じゃねえ。重宝、魔法の上位に存在する力。魔導士ごときには勝てんわ。爆破と。俺ら悪魔に上等くれとんじゃねえぞ。こら悪魔、お前らみんな悪魔なのか。ほらね、人間ども。それがお前らの戦う理由か。俺たちは違うぞ。傷つけられた仲間のために戦う。敵は人間でも悪魔でも神でも何でもいい。力を貸してくれ、ラッサス。ライエンジーの決断。強敵だったわね。夏でも相打ちで精一杯。いや、勝っただそうです。倒したんだね。なんとか情報を引き出さないと。いや、ほんま参ったわ。ここまでされたんは初めてや。悔しいわ。すまん、教官。せめてこいつらを道連れに。落ちるわ。何これ、まさか全部を爆破するつもり？もう手遅れや。爆弾は俺自身や。死んでも止まることはないわ。地獄で会おうや。どうすれば。このままじゃ街が。そうはさせないぞ。ハッピー、俺らたちはお前らなんかに負けないぞ。しくしょう。危なかった。髪？どうやって殺したんだ。外傷が見当たらねえ。お、立ち上がって。何すんだよ。通信用ラクリマか。また倒れた。どうなってんだ。やはり死者の枕ではうまく機能しませんわ。誰だお前は。元評議員に何したの。冥府へ向かうお手伝いをして差し上げました。タルタロスか。人間の書く物語など退屈ですわね。私が物語を紡ぎましょう。悪魔の物語を。来るぞリサーナ。
エルフ兄ちゃん。違うんだ、体が勝手に。苦しい。何をした。やめろ、今すぐやめるんだ。悪魔の物語に慈悲という言葉はありません。くそ、よせ。俺の体を勝手に。リサーダ、しっかりしろ。リサーダ、もうやめてくれ。頼む。人間が悪魔に物を頼むとき、それは悪魔に魂を売るときですわ。あなたは私に魂を売りますの？ミケロさん、話してください。世界中でこうして街が襲われてるんです。シロキーさん、フェイス、わしは何も知らん。本当に何も知らん。フェイス？フェイスは表銀が保有する兵器の一つ。兵器だ。表銀がなんでそんなもんを。で、何なんだよ、そのフェイスってのは。魔導パルス爆弾。大陸中すべての魔力を消滅させる兵器。大陸中の魔力を消滅？それじゃ全魔導士が魔力欠乏症に。それだけじゃない。タルタロスの使う力は魔法じゃなくて呪法だとか言ってた。全魔導士が魔法を使えず苦しむ中で、タルタロスだけが自らの力を使える世界。それはどこにあるんだ。奴らより先に俺たちがぶっ壊してやる。知らんのじゃ。本当に封印方法は三人の元評議員の生体リンク魔法だと聞いたことはあるが、その三人が誰なのかは元議長しか知らない情報じゃ。生体リンク魔法、三人の命が封印を解く鍵ってことは、タルタロスの目的は。情報を聞き出さなくても元評議員を全員始末すればフェイスが起動できてしまう。パルファ香りですね。クロフォードさん、早速ですが。私たちはタルタロスを止めるため、まずフェイスを破壊しようと思います。その保管場所をお教えいただけないでしょうか。元議長でも知らない情報を奴らはどうやって手に入れたのでしょう。ならば生体リンクでフェイスを守る3人の元評議員を教えていただけませんか。私たちが全力でお守りいたします。そんな。知らない。ではタルタロスは本当に元評議員を皆殺しに。どうやらお出ましみたいね。家を包囲されている。足音、20人はいる。来るぞ、見ろ。切られたいものからかかってこい。フォトンスライト、テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよね。あ
片付いたか。さすがエルザね。それにしても妙だ。エルザもそう思った。元議長という最重要人物を狙ってきたにしては手応えがなさすぎる。どう見てもただの兵隊だ。エルザ、どうした？ミラ、私、ミラ、さすがです元議長。一度ギルドにご帰還ください。どうしたの夏、急に。急げハッピー。なんで気がつかなかったんだ。誰も、現評議員でさえ知らないはずの元評議員の住所、それにフェイスのことも、タルタロスはなんで知ってんだ。誰かが評議員の情報をタルタロスに流してんだ。誰かって？わからねえけど、評議員全員の情報を持ってる偉いやつ。エルザ、ミラ、いや、二人の匂いが少し残って。何があったんだ？ここ、ハーブの匂いが強いね。この匂い、睡眠薬だ、多分。もしかして、エルザとミラは眠らされて。くっそー！元議長は、タルタロスの仲間だったんだ。だからフェイスのことも、元評議員の住所もタルタロスに知られた。エルザとミラは捕まっちゃったのかな。必ず見つけ出す。ドラゴンの腹を舐めるなよ。目が覚めたかな。これは、ようこそタルタロス。タルタロスだと？ミラは？元議長は？元議長は我々の同志だ。計画成功後に再び評議員の議長となるだろう。そなたらは元議長の罠にかかり我々に捕獲されたというわけだ。バカな、元議長が裏切るはずなど。無駄な抵抗はよせ。その拘束具は魔風鉱石でできている。繋がれている間はいかなる魔法も使えん。ミラは、私の仲間はどこだ。殺してはいない。コナタの下僕にするためにこれから肉体を改造する。やめろ。そうわめくな。そなたには聞きたいことがある。ジェラールの居場所だ。そなたらが親密な関係なのは知っている。なぜジェラール？どこにいるか言え。コナタの魔は人の感覚を変化させる。そなたの痛覚は今極限まで敏感になっている。言え。知らない。フェイスの封印を解くため我々は元評議員を皆殺しにするつもりだった。だがようやく封印してる3人の元評議員の名が判明したのだ。うち2人はすでに死んでいた。残る1人は、まさか。ジェラールが死ねばフェイスの封印が解ける。そんな。おっと、少し口が滑ったな。これでは知ってても教えられんか。知らん。本当にジェラールの居場所は？ジェラールの居場所を言えばミラジェーンを返そう。言わねばそなたもミラジェーンを死ぬ。本当に知らないんだ。頼む、
リラを助けてくれ。そうか、もう少しコナタを楽しませてくれるのか。3人の封印者が判明したのですか。そうだ、元議長のスーパーアーカイブはすごい魔だと認めざるを得ない。ではこれ以上無駄な殺生はせずに済むのですね。3人のうち2人の封印者は今までの標的の中にいた。残る1人はジェラール。こいつを見つけ殺せばフェイスは起動する。フェイス、魔導パルス爆弾、とても恐ろしい終末の兵器。しかし我々にはそれが必要なのだ。ええ、分かってます。ジェラールさんは見つかりそうなんですの。エルサ次第だな。教科様は口を割らせるのは得意ですものね。そなたのマクロを使う手もあるが、それでは面白くない。それよりもフェアリーテールにこれ以上邪魔はされたくないな。そこはお任せを。妖精の最後にふさわしい物語を用意しております。来いセイラ、久しぶりに可愛がってやる。教科様。ここで間違いねえ。元議長の匂いがする。エルザとミラを探さなきゃ。やってやる。